気をつけて。
みんな聞いてくれ。大いなる存在に関して調査結果が出た。では私から。歌が聞こえた場所を調査したところ、とある法則を発見した。これらが歌の聞こえた場所、時間順に示してみよう。バラバラですね。一体どんな法則性が？焦らないで。次に地殻変動の場所を古い順に書いてみるわ。螺旋の形、これって地脈の流れ？なるほど。地脈回廊から放たれるエネルギーに沿って移動しているということか。よし、ここでもう一つダメ押しだ。五鬼団、古竜の調査結果を示してみろ。はい、古竜たちが活発化した場所を記します。すごいぞ、みんなが出した成果。調べたところ、地脈の螺旋が描く延長線上、ここよりはるか遠方に島があることが分かった。古竜が騒ぎ出した時期から考え、そこに大いなる存在がいると考えて間違いない。さて、その島に何が待ち構えているかは分からない。現場での的確な判断と即応性も求められる。どうすべきか、みんなの意見を聞こう。聞くまでもないだろう。少数精鋭、依存なし。じいちゃんの考えに俺も賛成だ。それしかない。よし、では五鬼団に島へと向かってもらう。これは希望の星である彼らにしかなせない。先輩、指揮をお願いします。私たちが無事その島から戻れるように。今も続く生態系への影響はいずれ取り返しのつかない結果につながるかもしれない。そうなる前に真実を確かめよう。我々は五鬼団を全力でサポートする。出発準備を急げ。了解でさ。全てをあんたたちに託すわ。しっかり見てきて、私の代わりに。五鬼団の調査班は準備ができたら俺のところに来てくれ。よし、それじゃあみんな無事戻ってこよう。気球船に乗りましょう。大いなる存在のもとへ。